日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらスターバックスから今年も出ましたハロウィンの紫パープルハロウィンフラペチーノとハロウィンケーキを食べたいと思います。紫ですね。去年は紫芋でしたが今年はさらに紫芋がパワーアップしています。果たしてどんな味なのかそれ気になりますよね。ちょっと毒々しいですけど。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずはケーキから。中からドローってちょっと見えづらいんですけどラズベリーソースが出てきてます。ではいただきます。去年の紫芋たちとは一味も二味も違うよ。本当ですね。紫色が増しただけではありません。味がずっと強くなっていて、さらに甘い、それとも苦い、さらにまろやかさも入っていたり、甘さがしっかり口の中に広がってきたりして、美味しい。こういうハロウィンのいたずらならむしろ大歓迎ですよ。私は、もっといろんなものを食べたりしていきたいですね。それでは今回はごちそうさまでした。まずこちらのショコラケーキの方はチョコレートがかなり苦めで、ラズベリーの甘酸っぱさをうまく引き出していました。温めたおかげでさっくりといただけたのですが、ちょっとソースが溶けすぎたかなとも思いますね。もしかしたら温めない方がいいかもしれません。で、こちらのハロウィンフラペチーノは去年のスターバックスのドリンクはお芋缶が同時期に発売されたタリーズに負けた気がしていたのですが、今年はかなりパワーアップしていますね。もう飲む瞬間が紫芋の優しい甘さが口の中でふわーっと広がってきて、氷の冷たさとともに口の中を癒してくれました。だんだん涼しくなってきますけど、やっぱりフラペチーノはまだまだ美味しいですね。まあもうすぐちょっとラテにしようかなという思う時期になりますが、というわけで今回は何といってもこのフラペチーノの紫芋の味わいがとても強くて美味しかったので、文句なしの代表として6点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。